はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はねこちらのねこのスポイラー、これねこの前ちょっと前の動画ですけど、レクサスの SC っていう車ですね、そちらのねフロントバンパーを変えるっていう動画があったと思うんですよね。まあいろいろメンテナンスをしながらバンパーを変えるっていう動画があったと思うんですよ。でその時にねバンパー変えて、もうこのスポイラーがねもともとついてたのが割れてたんで、でまあ今回ねこの新品のスポイラーで、前はね色付きが売ってたんですけど、今もう素地しかね設定がないらしいですよ。パールとかだったらまだ色付き出るらしいんですけど、シルバーはね色付きがねないんですよね。ですのでこちらのね色を塗っていって、まあ、取り付けるっていうところで動画ですね。それではね皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね今からねスポイラー塗装の準備に入っていきます。まずはねペーパーたわしを使ってね、まあ、800番相当ですね。であとで下地処理剤ですね、そちらの方を塗りつつのもう磨き込んでいくっていうところです。でね過去にね塗り分けとかの塗装をするときに、こういうねプラスチック系のタイプの時にね密着炉を塗って塗り分けをしたことがあるんですよね。で塗り分けするときって、まあ当然では1回塗ったときにその塗った場所にマスキングをしてまた別の色を塗るんですけど、その時にね塗料が剥げたことがあるんであんまり信用してないんですよね。だからね1回足付けをして密着炉を塗っていくっていうところですね。そしてね今こちらですね、密着炉を今から塗っていきます。まあ、ちなみにねこれ密着論って言ってるんですけど、うちが使ってるのはねラップ論っていうやつで、まあ内容的にはね密着論と同じだと思います。ただねこういう塗料買ってる部品屋さんに密着論が欲しいっていうと、多分密着論がね取れないんでしょうね。だからラップ論っていうねなんか似たような名前の、もう多分一緒ですね、大体内容的に言えば。ただね出してるとこは違うんで、まあ、密着論じゃなくてラップ論っていう名前になってるんじゃないかなって思うんですけどね。でこの密着論を塗ってからね、あと乾燥してる間にねまた色作っていったりとかしていきます。そしてね今度は色の方の調色ですね。まずはねカラー調通りにね作ったのをこちらのヘラの方に塗っていきます。でヘラ自体にね足付けしてないんで、ちょっとこうドライヤーでね温めながら塗らないとね弾いちゃうんですよね。でこういう風にね薄く塗っていって、まあ色味を見るっていうとこですね。でまずはね吊るしで作って、まあ大体色合わないんで、そこからね、まあ、原車合わせじゃないですけどね調整していくみたいな感じですね。そしてねこちらのバンパーに1回合わせてみます。でこちらねカラーチェックスプレーっていうなんかクリアがね塗ったみたいになるのがあるんで、それを塗るんですけど、まあ似たようなとこではあるんですけど、作った色の方がね若干白いかなっていう感じになってます。そしてね今度はシルバーの塗装ですね。これもう仕上げの塗装になります。で先ほどね色を作って色が若干違ったんでね、またさらにちょっと黒みを足してやって、でもねあからさまにね黒を足すとねガンメタっぽくなったりもするんですよ。で中にはねシルバーの塗料の中にも白っぽくなるシルバーとか黒っぽくなるシルバーとかもあるんで、まあそういうので調整したりとか、まあね色がね極端に白いんであればちょっと黒をちょこっとだけ入れるとかね、その辺でもねやり方はいろいろあります。で黒の中もね真っ黒な黒とか黄色っぽい黒とかね青っぽい黒とかいろいろ種類があるんですよね。で塗料調色に関して言うと引き算が基本できないんで、足し算だけで作っていくっていう感じなんでね、まあちょっと調整をしながら作っていくっていうところですね。そして次はねクリア塗装、もうこれもね仕上げのクリアになります。でこちらのクリアの仕上げを塗って、まあこちら完成ですね。そしたらあとね乾燥してっていうところですね。でクリアはねうちの塗り方は結構ね圧力高めで塗るんですよ。でそうする方がねなんか垂れにくい感じがあるかなっていうところですね。おそらくですけどね空気の圧力が高いんで、飛んでる最中にもシンナーが抜けていくのかなっていうところ、まあ、ただねちょっとベタッと塗らないとねツヤが出にくいかなっていう感じもありますね。あとはねこれを塗った後にまあ乾燥させるんですけど、まあ、自然乾燥するとねクリアの痩せも少ないかなっていう感じがあります。使ってるクリアもねうちのはね標準タイプのねクリア、そしてね固まる硬化剤は遅く固まるっていうタイプなんですよね。ですのでねクイックに仕上げるっていうのはできないんですけど、まあ時間があればねだからそういう風に自然で乾かしてやったりとかするとクリアの痩せがね非常に少ないと。焼いてねやっぱするとねちょっとね痩せが激しいかなっていう気がしますね。そういう時はねもう一回ペーパー等でね慣らして肌調整をするっていう形になりますね。でこれでねクリア塗装の方も完了するんで、あとはね乾燥してまあ首付けに入っていくっていうところですね。
ではね、今乾燥したこちらのスポイラーですね、まずはねこちらにね今脱脂をしてます。で脱脂をしてまずはねモールをねはめていきますね。でそのモールを装着する前に今度また脱脂したところにプライマーですね。このプライマーをね塗るのと塗らないとじゃあねやっぱりこう両面テープのくっつき具合っていうのがガラッと変わってきます。で 3M のねあのプライマーを使ってます。今回はねこちらのねスポイラーに付属で付いてたんで、まあそちらの方をね使ってやってます。でこちらのね今モールを装着してます。でもともと付いてたモールがね色があの何ですかグレーのモールですね。でもしね白とか黒とかだったらまたそちらに合わせた色のモールをね装着してやるっていう形になるんじゃないかなって思いますね。でまあねこちらでもね一応そういう時のためにね黒いモールとかっていうのもまあね在庫で持ってたりはするんですよね。いざっていう時に白いモールをね持ってないんでちょっと用意しとかないとねそういう白系の時とかはいるかもしれないですね。でこれでねモールをしっかりとつけて、このモールがねやっぱりねあの両面テープがついてるポイントが少ないんでプライマー塗っとかないとねあのちょっとねあのこう力がかかったりするとね剥げたりするんでね、だからまあプライマーしっかり塗った方がいいですね。そしてね今度はまたねこちらモールを貼ったところの下側ですね、そこをねまあ脱脂してプライマーを塗るっていう流れをまたやっていきます。であの手の方もねあの脱脂しておくといいですね。両面テープにね油分がつかないんであの剥げにくくなりますね。で両面テープを今貼ってますけど、今回貼ってるね付属の両面テープですけどねちょっと厚みのある両面テープですね。おそらくねバンパーにスポイラーを装着した時のクリアランスがねあるんでしょうね。だからこう厚めの両面テープで、まあ、貼っていくっていうところですね。でまあそのクリアランスもまたあるんで装着した後にねあのスポイラーがピタッとねバンパーに、ね、くっつかない部分とかがあった時用にまたこのモールがあるとねそういう部分も隠れるんでいいかなっていうところですね。そしてねこちらにバンパーに1回まずは仮合わせですね、1回つけてみてどんなものかっていうフィッティングとか見ていってます。でまあ問題ないかなっていう、まあ、若干ついてる部分もありましたけどね。でここでねあとはこういう風にマスキングでねライン取りですね、今の装着位置をしっかりとねこういう風に記録します。でこれを何のためにするかっていうと、またねその下の部分に両面テープがくっつくんで脱脂したりとかあとプライマー塗ったりとかねそういったのをしないといけないっていうところですね。そのためのマスキングになります。そしてね今度はプライマーの方を塗っていきます。また先ほどと同じね 3M のねプライマーです。で今回は付属品じゃなくてうちでねあの1リットル缶でね持ってるんですよね。でこれがやっぱりよく伸びるんでねエアロ関係の取り付けにはね重宝しますね。そして今度は取り付け前に両面テープですね、こちらの方をねめくっておいてねバンパーにマスキングテープで貼っておきます。これ全部剥いじゃうと取り付けするときにね位置合わせが非常に難しいんですけど、こういう風にしとけばねまだ接着面が少ないんで多少動いてくれるんでですね、まあそういう部分でもこういうやり方をしておきます。そしてね今からこのスポイラーの取り付けですね。でマスキング製ねテープを引いてるんで、まあそのガイドにも合わせてね取り付ければ、まあ、装着が完了するっていう仕様になってます。でこれでね、まあ、位置も決まったって思ったらこういう感じで両面テープをね抜いてもらってね、あの裏紙ですね抜いてもらってして、あとポンポンって押さえてやるともうそこで貼り付くという感じですね。はい、じゃあね今度はねこちらのねスポイラーの方の取り付けは終わったんですけど、まだステー関係ですね、こちらの装着していきます。であとねあのバンパーとスポイラーの取り付け部分のタイヤハウスの部分ですね、そちらの方はもう取り付けしてます。あのまあビス打つだけなんですけど隙間が若干空いてるんでね専用のねあの何ですかね、まあ、ワッシャーみたいなのがついてるんですよね。それでそのスペースを埋めてから上からねビスで揉むっていう感じですね。でそれが完了したら今度このバンパー下ですね。でスポイラーに穴が開いてるんですけど、バンパーに穴が開いてないんでバンパーの方にねまたボルトを通す穴を開けてやるっていう形ですね。でそれで穴が開けば今度そこにねまた止めてやってっていうところです。でこれで全ての作業が終わったんで、あとはね馬をかけてるんでジャッキでね上げて馬を外して完了ですね。そしてね取り付け完了後ですね、やっぱりスポイラーのありなしで全然違いますね。ないとちょっと丸っぽい感じになるんですけど、ちょっとね下がね張り出す分でまた見栄えがね全然変わりますね。いやーかっこよくなりましたねこれは。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。こちらの SC のね、まあ、スポイラーの取り付けですね、若干フィッティングが少し悪かったですね。あの
まあこういうプラスチックみたいなんでねできたのって大体バシッとつくんですけど、ちょっとね角の方のねなんかクリアランスが悪かったんで、まあどうなのかなっていう部分はありましたね。まああとはそれ以外はもう取り付けはねもう塗ってしまえばもうスポンとはまるみたいなイメージなんでね、取り付けは簡単でした。でまあだいぶ男前な仕様になったんじゃないかなって思いますね。まあこういう時代のねこの車のデザインはまあ悪くないっていう感じですね。まあスポイラーがねないとどうしてもちょっと丸っぽいイメージになるんで、こうねスポイラーが出ることでまた見た目の雰囲気はだいぶ変わりましたね。今回はねこの SC のまあスポイラーのね取り付けでした。また次回新しい動画アップするまで皆さん少々お待ちください。